600メートル35秒0の通過、その後方ですが、外を回って13番南洋ローズ、そして最後方に7番雪のファラオの展開です。4コーナーを迎えます。比較的一段で第4コーナーをカーブ直線に向いています。先手を奪い切ったのは今度は4番コスモサンレミ、半馬身から1馬身リード。接近する8番テネラメンテが2番手から先頭に並んでいきます。あとはルビナスラインが3番手、その後方から大外7番雪のファラオが追い込んでくる。あとは13番南洋ローズですが、外から一気に7番の雪のファラオが飲み込んで先頭、2番とは接戦になりそうだ。7番の雪のファラオ柴田義富合理、7番雪のファラオ鞍上の柴田義富騎手、 JRA 通算2300勝達成です。5番のテイエムバリバリのリードが体半分から首ほど詰まってきました。4番のアイスブラストがその差を詰めます。8番のマイネルステレイ、3番手インコース、そのすぐ外から6番のレオ、先段4頭が1つの塊、2馬身後ろ3番つくばソバール、2番のエデリーが外、後方から1番パラダイスリーフ動き始めて7番アルコンセンサスと並んでいます。直線コースに入りました。前は5番のテイエムバリバリ、外から4番のアイスブラスト、楽な手応えに見えます。まだ追い出していません。武藤雅、間を割ろうとマイネルステレー、外からレオが追い込んでくる。さらには2番のエデリー、追い出した4番のアイスブラストが先頭ですが、外から2番のエデリーが一気にその差を詰めてかわしきったか。これを追って1番のパラダイスリーフが追ってくる、追ってくる。先頭は2番のエデリーが抜けるな。リードは1馬身、差を詰めて1番パラダイスリーフ、3番手争いになりそうです。外から3番つくばスマールが上がってきた。エデリーかパラダイスリーフか、パラダイスリーフかゴールイン、並んでいます。2頭が後続を最後大きく離しました。3番つくばスマールが最後3番手に上がっています。2馬身後方、3番ロングトレーンが追走して3馬身4馬身開きました。6番のアスコルターレが最後方から600はすでに通過して、かなり手綱が、ガンクはこれから4コーナーをカーブしていきます。さあ9番のリメス先頭です。これを外から見るように5番のマイネルジェロディが2番手から前に並びかけて、さあ第4コーナーから直線コースへ向かったところで、今度はマイネルジェロディが先頭と変わるか。うちリメス応戦する。そして3番手、現在2番のスーパーウーパーが続いている。そしてその後ですが、外に持ち出した4番のリンゴアメがじわりと接近。そして間を突くようにはさあフォードラ、最内を通りまして1番のオールアットワンスが前に接近してくる。前の争いですが、今度は間をついたスルスルと、今度は8番のフォードラが抜けてきた。そして外からはグイグイと6番のアスコルターレ接近。さらに外から3番ロングトレーンも足を伸ばしておりました。かわして上がっていく9番フーズサイドです。600を切って、あとは13番ブルベアカーキ、2馬身後方、1番デルマオニキスは後方待機。 3,4 コーナー中間に向かっていきます。前は一気に流れが変わって、6番アルーフクライ先頭に変わって体半分リード。2番手はそのうち10番プレシオーソ、第4コーナーをカーブ直線に向いています。あとは外から接近する14番湘南マリオ、内からは粘っている7番プントファイヤーです。大外は11番フワトロです。そして1番外へ持ち出して1番デルマオニキスも追い込んでくるが、前は14番湘南マリオ、体半分前に出た。外から接近11番フワトロ、あとは1番デルマオニキスがまとめて前を捉え切って先頭に変わった。1番デルマオニキス抜け出して合理、2着は11番のフワトロ、3着9番フーズサイドです。ユネテッドハニー、内が1番スイートメリナ、最後方2馬身9番の赤の21という体型、赤の21がじわっとスイートメリナに並んでいきます。 3,4 コーナー中間を通過、 600m は36秒1。さあ逃げる12番のパラレルキャリア、リードは1馬身、2番手に6番のマサノアレグラ、その後ろから11番タイドオーバーが差を詰めます。現在3番手、4コーナーのカーブ、そしてその内から3番ゴルトルート直線に入りました。その集団の後ろに4番アドマイヤチタ、2番レディードリー、さらに5番の CC サダンと広がります。その外から追ってくる7番のザ・スリーサーティー、そして1番外から9番赤の21が追い出し始めた。坂を駆け上がってくる。さあ内で12番のパラレルキャリアが粘っているが、大外9番の赤の21、そして間からは6番のマスノ・アレグラ、捉えた赤の21突き抜けた。2番手6番マスノ・アレグラ上がってくる、赤の21ゴールイン、これは完勝です。ルシアリーブル 3,4 コーナー中間、その外接近するのは8番ココクラッシュ、 600m は34秒3の通過。あとは2馬身後方ですが、7番のクイーンズセージが上がっていって、2番のリプレイザー、後ろから2投目、最後方に変わった4番ルシアリーブル、第4コーナーをカーブ直線に向いています。前は逃げる10番シゲル専務、2馬身のリードをキープ。2番手は11番フリード、内から接近するのは1番デルマカンノン、外へ切り替えて2番手に上がるか。あとは2馬身後方3番ニューアリオン、大外からは2番のリプレイザ、7番クイーンズセージも追い込んでくるが、前は10番シゲル専務先頭、追って11番フリード、1番デルマカンノン、外から2番リプレイザ接近するが、10番のシゲル専務か、外から2番のリプレイザ捉えて合理、大外2番のリプレイザ最後捉えたかどうか。内は10番のシゲル専務並んでいます。
り800を通過、リードが1馬身です。そして促して11番大祭が2番手、3、4コーナー中間を通過、外は4番名称技師3番手、そして13番グレートタイムが4番手、600メートルを通過、第4コーナーをカーブしてきます。その後に3番バンクオブクラズ以下、今直線コースに向かいました。先頭は逃げる14番バスカビル、バスカビル並んでくる4番名称技師、残り400メートルを通過、グレートタイム最内をついている。追い込んでくるのが3番バンクオブクラズ、バンクオブクラズが今度は先頭に変わるか、外からネオブレイブ、あるいは大外から9番早やっこも追い込んできた。さあ先頭は200メートルを通過して3番のバンクオブクラズ、外から早やっこ、間からは6番ウェルカムゴールド、先頭はどうか、外から9番早やっこ、早やっこ、2番手はバンクオブクラズ、早やっこゴール、早やっこ、白い馬体が東京の長い直線駆け抜けました。600m 前半は34秒9で通過です。あとは1番クールインパクト、14番ロードユリシス、その後13番ビクトリーナイト、ばらけて2番のナムラゴロフキン、並んでいく12番のアイファーベイジュ、最後方4番サウンドプリズムで4コーナーに向かいます。5番のアフィラトゥーラが内から行き切りました。並んでいって6番のフェールアシュバル、2頭が先頭2番手、3番手11番のライトマン、4コーナーをカーブ直線コースに入りました。5番のアフィラトゥーラが先頭を振り切りにかかってリード1馬身半、2番手6番のフェールアシュブル、空いた内を狙って7番のサンライズミリオンです。さらには3番のルールシェーバー、外から一気に4番のサウンドプリズムが全く違う手応えで前に迫ってきました。前は5番アフィラトゥーラ先頭ですが、トライに行く4番サウンドプリズム、3番ルールシェーバー、前は入れ替わるか、4番サウンドプリズム抜け出た先頭ゴリ、2着5番アフィラトゥーラ、3番ルールシェーバー3着。馬群の中8番サプライズビュー、インコースは11番ヌンカフト、これから3コーナーを迎えます。これらに接近していく1番金子目昇る、後ろから2投目9番マイネルテナシャス、600を切って最後方2馬身差、12番クリノドラゴンです。3コーナーから4コーナー先段4頭固まっていきましたが、わずかに4番イグナーズが先頭、リードはほとんどなくなって押して押して接近する2番至福雄飛、前2頭並んで第4コーナーをカーブ直線に向いています。その後ろから接近する13番バイス、内は5番サイモン・ルグランです。その外に1番金子目昇るなど横に広がってきました。前は2番の至福雄飛、半馬身リード、粘っている4番イグナーズが2番手、接近する1番金子目昇る、外は12番のクリノドラゴン、前に接近する2番至福雄飛、しかし3頭広がってゴール、ゴール前は12番クリノドラゴンと1番金子目昇る接近して、勢いはどうでしょうか、12番クリノドラゴンか、それとも1番金子目昇るか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。